ミヒャイル・クンツェ、ミヒャイル・クンツェは、ドイツの作詞家、作家、脚本家である。法律の博士号を持つ。プラハで生まれ、ミュンヘンで育つ。現在は、ハンブルクに在住。法学を学んでいた1960年代半ばより、作詞を始める。ソフィア・ロタル、ナナムスクーリ、ピーター・アレキサンダー、ミュンヘナー・フライハイトラのヒット曲に携わる。ステファン・プリッチという偽名を使い、 フリオイグレシアス、ハービーマン、ジルベエルベコー、シスタースレジラと共に作詞家として世界的な成功を収める。また、シルバーコンベンションのヒット曲、フライ、ロビンフライはビルボード氏のチャートで全米1位となった。時折執筆活動をすることもあり、魔女狩りの中でも有名なパッペンハイマー事件を題材とした著書、家計台への道。 現代、シュトラーセインフォイヤー、英語題、ハイロードツーザステイク、エーテール・オブ・ウィッチクラフトは、世界的なベストセラーとなり、ニューヨーク・タイムズ誌は2ページにわたり、評論を掲載した。1980年代より、ミュージカル作品のドイツ語翻訳に着手。アンドルー・ロイド・ウェバーの、エビータ、キャッツ、オペラザの怪人、サンセット大通り・オードースティーブン・ソンドハイムの、イントゥザ、 ウッズなどの他に、コーラスライン、リートルショップ・オブ・ホラーズ、クモ・オン・ナ・キス、マンマ・ミーア、ライオン・キング、アイーダなどの優れたドイツ語訳で絶大な評価を得た。1990年より、長年仕事上のパートナーであったシルベスター・リーバイと、共に様々なミュージカルを世に送り出している。ありがとうございます。